井上義園7月27日昭和56年3月2日は日本の総統州の僧侶。浜松市流泉寺住職。合派元路明治27年7月27日、広島県豊田郡瀬戸田町長工事に次男として生まれる。明治40年に町内工場寺にて特度し、国体寺蔵堂に入る。大正4年に東京青少寺に移り、 七年に名古屋日、大寺に移る。北野元峰、杉本道山、原田蘇学、飯田当院に指示、被体寺で参戦中、市街地に出かけて、歓劇の最中に悟りを開く。第五大正十三年に、浜松流泉寺住職となる。さらに、講師を務めるの縁で、飯田院に参戦、死の徹夜を受ける。後年、宝次郎の声を聞いて、心身脱落。 仏道修行に真に決着がつく。大正十四年から、国体自騒動、金臭い騒動、北井寺騒動、富山に騒動家として、指導にあたる。総当州鹿界会,会長も務める。浜松流泉寺には、雲道、在家の修行者が運修し、修行に打ち込む者多数、専門騒動にあらずといえども、大僧林の官を提す。原田祖学老子、梶田慶修老師。 飯田大陰道士より、陰化証明を受ける。昭和45年8月、ニューヨーク前センターで、座禅の指導者として招かれる。昭和46年11月には再び、アメリカへ、同53年10月にはフランスに赴く。昭和56年3月2日に宣言。井上哲治、井上義弘、福田素縁長谷川文岳、井上寛道、水野金三郎、 菅沼路道、板橋公衆、原田設計、青野桂草、川上幸丹、山の滝の長い自然など、ありがとうございます。